なんかさ、大川ちゃん、はいはい、リサちゃんが、うん、なんか色気出てきました、ね、どうしたの、どっから色気、恋した恋した恋した、いや、してないです。嘘だ、お父さんの目をまっすぐ見ていなさい。ちょっとなんか化粧し始めて、なんか化粧メイクの色を変えて、この色までちょっと茶色多かったんですけど、茶色すぎて合わなくて、どうしちゃったの。なんかこの間まで芋姉ちゃんだったんですよ。で、なんか今なんか洗練された都会の女になっちゃって。そう、そうなの、そうなの。でも素材がいいからよって言わなきゃ、リサちゃん。素材がいいからですよ。そんないい、いいタグなんか来ちゃった。バッチリ、バッチリ、バッチリ。ざまみろって。でも本当に、リサちゃんの。これ来るからやろ。素材がなんか。すごい、久しぶりに。はい、そうだろう。なんかちょっと違う。そう、違うんです。足も出しちゃってね、あら、でもなんか露出してるし、すごい、今まで全部隠してたからね、言ってたね。いや、なんかね、ちょっとちなあったでしょ、やっぱり何か何も何もないです。ちょっと男が、あ、でも成人、男ができたとしか思えないじゃないの、普通に考えたら。大川ちゃんはどうなんですか、それ。あ、その話聞いてみようか。なんでやねー、 どこまでのことがあったの。もうちょっと前、もうちょっと前、はい、うん。さあ、第2部になりました。アシスタントが島岡みのぶさんから大川ちゃんに変わりました。こんにちは、大川です。よろしくお願いします。久しぶりに岡村さんから名前を、ね、紹介された。だっていつも最近ね、何も言ってくださらなくて、なんだっけこの女とか言ってた。そう、なんだっけこの女だって、失礼だわ。大川ちゃん、大川ちゃんはマイクに近づきすぎ、ね、マイク近づきすぎ、森友梨沙ちゃんは遠すぎるという。ちなみに私、あの、一度もマイク近いとか遠いとか、あの、言われたことありません。ありません。はい、それは、うん、あの、歌を歌うときは言われます。それはなぜかというと、いっぱいいっぱいだから。なので最近、あの、この前ほら、あの、2ヶ月ほど前に、まあ、お二人は来ていただけませんでしたけど、生放送があって、あの、まだネタんでるよ。いや、僕ほら、終わったこと、そんな、さっぱりした人間だから、還暦ライブ、お二人来ていただけませんでしたけど、その時に、その、ジャングルムービーだったからね。その時にですね、なんていうか、散々毎週歌ってたんで、もう2ヶ月ぐらい休んでますけど。確かになんか歌わないのもね、新鮮ですよ、またさらに。そっちの方がいいみたいじゃない。だってね、岡村さんいっぱいいっぱいになって、私がいっぱい喋らなきゃいけなくなっちゃうんだもん。あんまりいっぱい出たい方じゃないですか。いや、まあ意外とね、なんか、あ、じゃあ CM とかも出たくない、むしろ。もちろん出たい。お断りしたい、今後は。いやいや、岡村さんね、いっぱいこう喋るから、私が違うこと言うと、違う方向に行っちゃうから、ね、その通りです。視聴者がね、楽しくないでしょ。見事に、しかし、なぜ違う方向にいつも行くんだろう、よくわかんない。自分でもわからない。わかんない。私、思ったことすぐ言うので。そうですね。基本。あんま考えないんですよ。知ってる。だからあんまり考えたことないでしょ。ちょっと考えるようにしてる、最近。考えるのに向いてないと思わない、自分で。いや、考えても面白くないですよ、大体。うん。考えない。面白くしようっていうよりか、なんかこう、まあ、面白くしようっていうのはあるけど、面白くしようとすると空回りするタイプ。だから大体あんま考えない方がいいタイプ。でも面白くしようと思って本当に面白くなる人ってすごいですよね。そうそうそう。そういうことは自分自身がもともと面白いと思ってるでしょ、正直言って。いや、面白くないと思う。なんか結構滑るじゃないですか。はい。だから、別にそれも、まあ、私キャラかなって、それをかって分かっていただければ嬉しいです。それをね、顔が僕似顔絵とか描けないんですけど、うん、2週間前にあの漫画家の人が来てくれたの、はい、桜井真理ちゃんのお友達 で、はいはいはい、でその人のサイトに、うん、その日のゲストだった中田秀夫監督、世界的巨匠ですよ、ほら、描かれたんですか、と私 の、 あのイラストが載ってるんだよ、似顔絵が。え、見てみよう。それがめちゃくちゃ似てて、俺ってこんな顔してんのかと思ったんですけど、大川ちゃんの顔って描きやすい顔じゃないですか、漫画のように。描きやすい顔、私。でも、なんか整ってらっしゃるから描きづらいかもしれない。らっしゃるとかって言わないから。らっしゃるって言うから。整っているから。いや、リサちゃん、私尊敬語使ったんですよ。尊敬語使いました。尊敬してるので。いや、でもね、本当に絵を描けるってね、すごいことだと思う。あ、はい、聞いてどうぞ。絵心なんか欲しいよね。私絵心全くないんですよ。いつもね、大川ちゃんがこの第2部の Q シートをね、漫画描いてイラスト描いて、今日はなんかのこのドラえもんなんですけど、これなんかパクリなんのドラえもんみたいになってしまいました。今日はですね、先週ちょっとあの縁に立つをもう一回やろうと思って、福田小池監督来ていただく予定がちょっとキャンセルになってしまいまして、もっとビッグな方にもっとビッグな方って失礼ですけど、失礼ですよ。斎賀敏郎監督に来ていただきまして、その後のカノンというのをお送りします。その前にリサちゃんも登場します。まずはごめん、ザ・ショッキングブルー、ヴィーナス、ヴィーナス
じゃあ、ザ・ショッキングブルーでした。じゃあ自分で間違えて笑ってたらダメですよ。なんかさ、じゃあショッキングピンクって感じだったから、ザ・ショッキングブルー、ヴィーナス、あの70年代のオリコン1位になったアルバム、から今気味のアルバムから選手から聴いていただいておりますけども、もう名曲ぞろいです。さあ、大川ちゃんから皆様に。はい、実はですね、なんとなんと私、初舞台に出演させていただきます。よ、びっくりして次が大丈夫ですか、ね、3月29日の水曜日から4月の2日まで、2日まで日曜日なんですけど、新宿の3丁目ですね、会場がスペース雑湯かな、なんて言うんだろう、内容を言いましょう、さっき内容はね、はい、まずね、タイトルはなんていうタイトルですか、舞台タイトルは、奴隷狩りというタイトルです。奴隷狩り、奴隷狩り、安倍工房 の、あの原作をアレンジした、シュールな内容でしょ。じゃあシュールと思うじゃないですか、めっちゃシュールなんですけど、ちょっとコメディティックなんですよね。どんな内容ですか。内容はちょっとね、難しいけど、まずね、施設動物園で経営している元軍人のカッカという私のお父さんです。義理のお父さんなんです。私はちなみにね、3人のパパがいるの、で、閣下のところに探偵家を自称する、現実は違うらしいですよ、自称する、詐欺師が人間そっくりのウェイという動物を売りに来るわけなんですよ、で、詐欺師が売りに来て、で、その閣下はこの、あの何、ウェイを、物にしようとするんですよ、商売にしようとするんです、で、ちなみに閣下はその動物で、例えばアルゲーターとかで、人のなんて言うんだろう、病気を治していくという、そういうことをしてるわけです、で、そんなこんなでなんか詐欺師にはめられるわけなんですよ、で、やがてウェイを増やして労働者や兵士の代わりにするというところに、ちょっとシュールな話ですね、しまいにはって、でもそれをコミカルにやるんです。私がウェイになりたいって言い出すんですよ。人間なんて、憎しみだったり怒りだったりそういうものがいっぱいあるでしょって、だけどそんななんてもう嫌だって、私は動物になりたい、ウェイになりたいんだよ、ウェイっていうのは動物っぽい、あ、人間っぽい、あの動物なんです、ウェイっていうのは。大川ちゃんは、カッカというのが主役なの、この人が。カッカというのはお父さん、主役、この人の 娘さんの役ですね、はい、さあ、それが、3月の3月の29日から4月2日、皆様メモしてくださいね、4月2日、会場がスペース雑湯、ザ・ユーですね。ザ・ユー。遊ぶと書くとこですね。場所はどこですか、そこがあるのは。新宿三丁目です。あります。詳しくは、私の、ブログをチェックしていただければと思います。大川は真ん中の王に花、中央の王にお花です。シネポケットのコーナー、森友梨沙ちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどんな映画でしょうか。今日はストロングマンという映画をご紹介します。ストロングマン、はい、強い男、はい、強い男じゃね、最高の男という意味です。最高の男、はい、この映画にはギリシャのエーゲ海という海ですね、海でクルージングを楽しむ個性的な中年男性6人組が出てきます、ダイビングや釣りを楽しむ、まあ、気ままに楽しんでいる彼らだったんですが、船がアテネに寄港するまで、まあ、アテネという場所に船が到着するまでの時間、暇を持て余した彼らは誰がストロングマンか決めるというゲームをするのでした、誰が最高の男の中の男か決めよう、私だ、そうです、そういうゲームを始めます、どうやってそのストロングマンを決めるのかと言いますと、自分以外の、まあ、6人いますから自分以外の5人の、船の上での生活の中、その全ての行動発言を、発言を点数化し評価し合うというものです、例えば寝相がいいか、助けを呼んだらすぐに駆けつけるかどうか、料理ができるか、歩き方はどうか、ベルトの位置や止め方はどうかなど、もう細かいことから全て採点対象となります。そして勝者には指輪が贈られることに、船が到着するまでの暇つぶしに遊び半分で始めたはずのこのゲーム、いつしか男の意地とプライドをかけた本気バトルに発展してしまう。誰がストロングマンとなり勝利の指輪を手にすることができるのでしょうかというストーリーです。はい、どうでした。いやー、もうあの見ていてクスクス笑ってしまう面白い、映画だなと思いました、出てくる6人の男性たちっていうのは、例えばそのプライドが高くて空気が読めない、あとはまあ、一目置かれる年長さだったりとか、小石集めが趣味の男とか、もういろいろキャラクターがすごい個性豊かなキャラクターが、被ってないんですよ、誰一人、だからそれだけでも面白いなっていう風に
思いましたね。あと自分の言動が点数化されて相手の言動を点数化して勝者が最高の男になれるっていうんで、自分が点数下げられないようにいい風に見せようとするのはもちろんなんですけども、なんとかして相手の点数を下げてやろうと自分が勝利の指輪を手にするためにいますよね。そういう必死な感じのはちょっと落とし入れてやろうかなみたいなところがちょっとおかしくて、でここのチラシにもありますね、あの例えば安いローションでヒゲを剃っているとマイナス8点ですよ。なんだそれは。まばたきのしすぎはマイナス32点になります。ロン毛の髪型はマイナス35点、毛むくじゃらな胸毛があるとマイナス20ですね。ロン毛になりたいな、はい、あるんですけども、ですね、チラシの後ろにロン毛マンになりたいな、やってみたいなと思うこともあるんですけど、みんなスルーしてるから今岡村さん、あなたもストロングマンかどうかちょっと確かめてみたいと思います。ここにチラシがありまして、項目がいくつかあります。皆様当てはまるかどうかやってみてくださいね。1つ目寝相がすごくいい、2つ目コーヒーはブラックで飲む、3つ目貴金属を磨くのが上手、4つ目悲鳴を聞いたらすぐに駆けつける、5つ目イカフライが作れる、6つ目水切りは7回以上できる、7つ目細長い棚作りが得意、8つ目血糖値は常に正常。はい、今の中では当てはまるのたった1個でしたね。あ、じゃあ悲鳴を聞いたらすぐに駆けつけるだけ、あと全て違う。ブラックコーヒー嫌い、残念ですけど、甘そうですもんね。砂糖とミルクをたっぷり入れて、血糖値は正常じゃありません。あら、5つ以上なら最高の男の同志を手に入れる。君とは合わんな。でもね、ねえね、ちょっと残念です。まだまだ遠い、まだまだ遠かったみたいですね。またこの映画にはそのやっぱり6人でバトルするわけなので、人間の心の中にある他の人より優れていたいなとか、他の人よりも立派でいたいなとか、自尊心っていうんですかね、そういう感情を描いたものでもあるんですよ。で、人間誰でもそういう気持ちって持ってるじゃないですか。だからこう見てて、ああこういう人いるいるとか、あとこう言いたい気持ちすっごいわかるっていう風に見ている人のその共感を呼べるような映画なんじゃないかなと思いますね。はい、楽しみだ、ね、面白い映画です。常に同じような展開が繰り広げられてる。でもみんなバラバラの性格でさ、あれなのかな、バラバラのこう、個性なのにさ、ぶつからないのかな。最後は一つ、まあぶつかっていく話だと思うんですけど、最後は一つにまとまっていく。もう男たちがこうくだらないゲームをしながらごた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 やって、結局別に何の解決にもならないじゃないっていう、そういう映画なんですよ。10点満点で何点ですか。7点です。なぜでしょうか。面白かったんですけど、こうさっきも言ったように同じ展開がずっと続くんですね。ずっとゲームをしていて、何の解決にもさ、まあ、ならないみたいな感じなので、一定のリズムで映画が進んでる感じがしました。105分なんですね、上演時間。まあ、そう長くはないんだけど。長くはないんですけども、ちょっと長く感じたので、今回は7点。わかりました。でも、なんとなく気になりますね。そうですね。ギリシャの映画です。はい、ストロングマン、公開は ?3 月25日、土曜日ですね。新宿シネマカリテ、ほか全国順次ロードショーとなります。はい、シネポケットのコーナー、森友梨沙ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この曲の後は、西賀敏郎監督の登場です。サンタエスメラルダ、悲しき願い。7月です、今。違う。いやでもいいことじゃないですか。いやもうちょっとです。元気な子供たちが増えると元気な大人たちが増える。子供たちの明日がこの星の明日を変えていくんだな。明日を作るお手伝い。ミキハウスの仕事です。ミキハウス。ちょっと4月に例えば厚木で。厚木です。と来週が高知で。4月1日。はい、4月1日です。イントネーション、4月が正しいです。2月です。月の読みで、頭にアクセントがあるのは3月と9月だけです。あとは平板です。よろしくお願いします。ご出身どちらでしたっけ。福岡。あなたへって言ってください。ごめんなさい。皆様お聞きの放送は川崎 FM、FMKCT です。79.1MHz でここ、武蔵小杉駅前にあります。タワープレス1階の小さなスタジオからあなたへ。あなたへ。
あなたへ、あなたへ、あなたへお送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで私岡村陽一のシネマストリートで楽しんでいただいております。この放送は世界中でインターネットでお聞きになることができます。福岡でも北九州市でも皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして Listen Radio のところをチェックしてみてください。そしてこの岡村陽一のシネマストリートの専用サイトでは過去の放送が動画でご覧になることができます。昨年の9月ぐらいでしょうか、島田陽子さん、ああそうですね、小村博士さんに来ていただきまして、はい、これはジーンとくる映画です。カノンっていう映画を特集いたしました。その時の動画もご覧になることができます。皆さんもぜひ、シネマストリートの専用サイト、岡村一のシネマストリートっていうのを検索していただきますと、なんか謎のページが出てきます。それは私の昔作ったホームページの残骸みたいなページです。そこに、ここはもうやっておりません。ここをクリックとしてちょんまげっていうのが出てくる。そこをクリックしていただくと、岡村一のシネマストリートっていうのが出てきますので、ぜひ皆さん、そこに行っていただいて、島田陽子さんの、ね、美しかったですね、はい、小村博さんもなかなかさりがたかった、私はさりがた30何年ぶりだったけど向こう一切覚えてませんでした。喋ってる時に緊張してました、ずっと。あ、そうね、思い出しました。監督もそうですか。ええ、というかほら違うから、岡村さんほら思いがあるから、 あるから思いがない岡ちゃんとしては楽でしたもん、喋ってるの。思いがないってどういうことですか。いや、小村博さんに特別、ほら僕みたいに小村さん会いたかったって感じじゃないじゃないですか。いや、でもなんかちょっとなんだろう、バスの中で初めましてだったんですけど、はい、その時にちょっと失礼なこと言ってしまったので、なんて言ったの、ちょっとお詫びしたんですよ。なんて言ったの。いや、なんか私言ったっていうか、なんか喋りすぎたっていうか、緊張してテンション上がって喋りすぎて、でもまだメイクされてなくてマスクした状態だったので、お詫びしたんですよ。そしたらなんか、あ、全然大丈夫でしたよってすごい優しく言ってくださって、ここでなんかこう解消したというか。なるほど。じゃあこの番組やってよかったですね、そういう意味でもね。はい。ちょっと前、うん、は、大川ちゃんじゃなかったじゃないですか。北園大川から名前変わったんですけど、ね、このカノンという映画に北園大川さん出てるんですけど、そこは北園大川ですし、ね、この番組も一応北園大川で登録してますから、はい、3月末までは北園大川って言ってる。確認しないでください。10月になったら変わりますから。それでこう、上映をやってる時にちょうど比嘉さんと、比嘉さん相談してたんですよ。あ、そうなんですね。沖縄の先輩として。比嘉愛さん。比嘉愛美さんとして。間違えた。で、結局、大川っていうね、名前になりますみたいな話してたら、うん、いや、それはやっぱりもうちょっとこう、今流行りだからやるべきじゃないわよ、みたいな、こう、飲んでる時言ってて、結局どうなったかなと、結局どうなったかなと思って、やっぱ多くなったんですね。うん、そうなんですよ。なるほど。もう変えず。北園岡の方がいいと思うんですけど、どうですかね、監督。まあ、最近ね、下の名前だけだと、多いじゃない。覚えにくいんですよ。でも北園って、なんか覚えにくいです。覚えにくいって、なんか人がいろいろ意見があって、僕らやっぱり年が近いので、昭和的には4文字とかね。でも呼ばれるとき岡ちゃんなんで。ああ、なるほどね。そうなんですよ。だから岡にして、覚えてください。それで突き通してね、有名になればもう岡は。ありがとうございます。三村とかね。そうです。うん、カタカナにすればいいじゃないですか。カタカナにしないじゃん。大王以下みたいになっちゃうけど、ね。もう変えないのでやめてもらっていいですか。はい、すいません、わかりました。申し遅れました。西賀敏郎監督です。よろしくお願いします。監督お久しぶりです。今途中から聞いた方は何のことかわからないかもしれませんが、昨年の公開が、はい、あれが9月10月です10月でした。10月です、はい、公開になりました。北園大岡という名前で出てる大岡ちゃんが、あれは何だろう、施設の人。私は、そうですね、介護施設の、介護士。ロケはどこでしたっけ、あれは。富山で行きました。介護士の役で、まあ、冒頭の方で出てて、ね、カノンという映画に出演して、その時にこの番組でも大々的に、はい、先ほどから申し上げておりますけども、小村博さん、そうですね、島田陽子さんにも出ていただいて、非常に、はい、去年のあのあたりって8月15日に、松原千恵子さんに出てもらったりして、はい、なんか大女優が続いちゃって、あ、松原さんってあれですね、例の映画ですね、はい、で小倉昭和館で2本立てでこのやつだったんですよ。あ、それもご縁ですね。なんか、子役の子が、北九州出身らしく、で、こう、北九州応援しようってことで。ですね。そうだったんですね。パッとその、松原千恵子さんの映画のタイトルが出ないのが残念ですが。あ、ごめんなさい。私も出ませんから、すいません。ちょっと毎週やってるとね、さすがにね、ちょっと、まあ、言い訳しちゃいけません。まあ、そんなこんなんで、はい、あのあたりはもう毎週のように大女優の方が来て、うん、ヘロヘロになってしまった。まあ、それでもう、3回目ですから、カノン、
の流れで3回目で今日はですね、でちょっと時間があれからもう半年近く経ってしまいましたけども、その後のカノンということで、カノンがあの後どのように成長したのかというのをまあ、はいはい、岡ちゃんも交えてですね、もう一回ぐらいやっときたいと。それでもう完全にカノントという映画はさらに自分の中ではもっと位が上にしておきたいという気持ちが強くてですね、もうあと2回ぐらいね、もうやりたいなもっと。で僕は普通その、はい、半年前にこう上映した映画だとそろそろ DVD が出るかなと思って、はい、ね、色々調べてみたら4月ぐらいに出るんじゃないかなと思ってたら、はい、なんとそれが伸びそうだと。で普通伸びる場合はどういうことかっていうと、出演者が不祥事を起こした場合あるいは何かとぶつかる場合ね、あとなんか大人の事情とかいろいろありますけど、はい、まあ、そうじゃなくて非常にめでたい、はい、うん、そうなんですよ。4月にですね、中国の、一番大きい北京映画祭、北京国際映画祭にコンペティションで一応その賞取れるかどうか分かりませんが一応選んでいただきまして、日本代表すごい、はい、どうですか岡ちゃん、大きい、自分の姿が向こうだともう見る人数も2000人とかで普通に見ますから、キャパが違う、中国で上映されてどうですか。なんかすごく不思議な感じ、なんかこう私の友達は、君の名はより良かったっていう方がすごく多くて、なんかまあ、全然違う映画なんですけどストーリーは、うん、だけどやっぱりこう心に染みる、考えさせられる映画とか、なのでちょっと認知症のお話なので中国ではどうなんだろうってちょっと実際思ったんですね。大変ですよ、日本の10年後か20年後をね再現してますよね、だからもう人口10倍ですから、10年後には日本の10倍のこう中国の人がいるっていう、大変ですよね。で中国は前、まあ岡村さんも知ってる通り、結局日本しか映画やらないんですよ、日本の映画。え、どういうこと。知らないですか。30分限定なんですよ。あ、日本の映画公開したらもう決まってんですか。まず、まず中国映画以外は30本しか OK 出ないんですよ。で、ハリウッド映画も含めてですよ。30本。厳しくないそれ。いや、厳しいですよ。それで、今までは日本の映画2本で、それで、韓国が5本かな、なんだったんですよ。なので、中国で上映されたやつめったにないことで、その中の一本にカノンが選ばれたってこと。いや、それは上映ですから。あ、そうか、一般公開、今度は映画祭だ。そうそう。で、これ映画祭で、例えばちょっとすごく賞を取ったり注目されたら、公開せざるを得ないですよね。嬉しいですね。中国として。いや、それで、今、ちょっとミサイル問題で、韓国と中国がね、仲悪くて、それで、韓国映画の5本分が、今、日本に振られてる。あ、分かった。僕はちょっと整理しましょう、はい。中国で公開できる映画は年間に30本と決まっていると。はい、で、韓国映画の枠が5本で、はい、日本は2本、はい。なんか人口から考えると逆のような気もしますけど、まあまあ、中国との関係もあるんですよ。で、韓国映画、ミサイルの、まあ、レーダーですね、ミサイルって。レーダーですね。レーダーです。レーダーが、要するに、説明すると、韓国が北朝鮮を警戒してつけようとしているレーダーがあって、はい、で、これをつけてしまうと、つけちゃったのかな、もうね。つけたんじゃないですか、ね。北朝鮮のことが分かるんだけど、同時に中国のことも分かってしまうんで、中国が強く反対してたんですけど、やっぱりつけますということになったので、中国と韓国との関係が今若干悪化してると。そうすると、韓国映画の5本の枠が日本に来ちゃって7本公開できるかもしれない。まあそうなんです。そうするとハードルがちょっと下がって、大岡ちゃんの中国デビューも近い。まあそうです。で、今年それがあったんで、ほら、ビリギャルとか、君の名はもう上映されて、そうですね、舞台上。日本の、動員数より、増えちゃった。もういや、もうすごいんですよ。そうです。向こうの方が。人口が10倍ですから。人口そうですよね。だから日本で200億円いってるわけだから。もっとです。だから、それで今、他にもいくつか、ラインナップしてるみたいで、日本の映画。なので、ちょっと、あとほら、去年あたり、はい、シン・ゴジラも含めて、あと、シン・ゴジラも確かに、ね、ね、この世界の片隅に向けて、日本映画のがすごく評価高いし、はい、僕もたくさんベスト10の中に入れたんですけども、そうすると、その中でもしカノンが入ったら、本当に妙なことですよね、これは。だからまあ、こう、いろいろ流れってあるじゃないですか。うまくいかないときは流れがうまくいかないんですけど、こう、流れが来るとこう、来るので。波に乗ってって感じです。そうそう。まあ、それは本当に、映画の神様にちょっと任せるしかないんですが、いや、一歩、良かったな、と思います。はい。はい。というわけで、カノンがちょっと、普通は上映が終わって、DVD が出て、まあ、言葉悪いけど、一丁上がりみたいになるところが、ちょっと嬉しい知らせですね。で、戻ってきて、ちょっと凱旋上映をね。
やりたいですね。やりたいですよ。その時は大岡ちゃんもちゃんと連絡しないといけない。僕は、大岡ちゃんでもね、舞台挨拶じゃなくてね、司会をやらせてやってください。やめてください。司会ですか？司会マンじゃないんですか？司会マンって何ですか？司会やってるじゃないですか、今でも。司会そんなに得意じゃないですよ。うん、そうだな。で、監督、前、うん、なんだっけ、比嘉愛未さんがゲストで来られた時に、はいはい、やったじゃないですか、横浜のスカイビル。やりましたね。その時に、カノンの、宣伝をしたんです。はい、その時に、愛未さんに助けられたっていうね。確かに。思い出しました、ね、結構頑張ってる感ありましたね、うん、頑張ってる。なんかこうやっぱり同じ沖縄出身なんで、そうですね、確かに比嘉さんもなんか大丈夫かなこの子って言ったら一生懸命こう自分の妹のようにそうドキドキしながら見てますよね。でもなのでちょっと危ないのでやめましょうこの曲の後カノンってどんな映画だ。はい、主題歌渡里あずさセピア。今日はその後のカノンということでお送りします、はい、映画カノンがその後どうなったのかということで斎賀敏郎監督をお招きしてお送りしておりますが、はい、さっきのおかけした、曲セピアセピアっていうね渡里あずささんの曲は映画を見てから作曲してくれた。そうなんですよね。何人かのこう候補歌手の候補があったんですよね、うん、でその中でこうずっとで、正直言うとそのすごくうまいとかすごいなんて熱唱型とかそういうことじゃなかったですけど、一番ね説得力が声にあって、でこの映画に一番合うのはなんかこう説得力かなっていう声の説得力と思ったんで、その日活の調布のですね日活に来てもらってちょっと見てくださいと、で見てそのちょっと曲を考えてくれ、で、こっちからの要望もいっぱいしました。何曲かこう、こんな感じみたいなの聞かして、それでその後、一回作ってきてもらったんですよ。そうなんです、ね。いいのができました。もう完璧って言ってましたね。完璧で、もういい、大丈夫って思って監督に提出したって。ただね、なんかこう、世界の平和を祈ろうみたいな、なんかこう、ちょっと感じに。あ、それは今の曲ではないんですか？ないんです。あ、ほんと。なので、いや、この作品はそうではなくて、もっとこう、肌感覚な、うん、もっとこう、なんか、人と人の触れ合いみたいな、そっち側に、なんかこう、星を見て歩こうじゃなくて、上を向いて歩こうか、みたいなこう感じの曲だったんで、うん、いや、そうじゃなくてっていう話でもう、それから、のた打ち回って、彼女が。うん、2曲ぐらい作ってくださいな。しかも1週間とかもなかったって言ってましたよね。そうそうそう大変ですね。そうなんです。でもやっぱりその最後はやったなと思いましたね。すごかったです。伝わったと。一人一人のこう絆というかね、こう、はい、関わりというか、ですもんね、カノンって。さあ、その今話題になってます映画カノンはどんなストーリーなんでしょうか。大岡様からどうぞ。はい、舞台は富山と石川金沢なんですけど、3姉妹それぞれ富山石川東京で暮らしていたんですね。でおばあちゃんが亡くなったっていうのを聞いて、で3姉妹集まるんですよ。そしてもともと死んでいたと聞かされていた母親が実は生きているかもしれないっていう真実を知るんです。一緒でそれで3人は探し始めます。で辛い過去を背負った母親の人生をたどって真実を探りながら、それぞれが等身大の悩みと向き合い、そして悩みを乗り越え自分たちの前にはだかる壁や人生に新しい一歩を踏み出していくという、そんなストーリーですね。はい、ありがとうございます。説明するのが一番大変だよ。そうですよね。ありがとうございます。もうなんかまず長女が三村さんね、で次女が比嘉愛未さん、はい、で三女が佐々木希さんなんですけど、結構なんで三姉妹性格がみんなバラバラじゃないですか。で愛未さんは一番普通を演じるのがとっても難しかったって言って、ああ普通が一番難しいですよね、あんだけ綺麗な人だとね。本当に何が普通なんだろう。なんかこう怒るとかすごく楽しくっていうキャラは作りやすいけど、そうなんですよ、普通に演じるっていうのがどんなのが普通なのか監督とすごい相談したかったけど、どうしようかもういっぱいいっぱいになっちゃったって言ってました。普通って何ですかね。よく言いますけどね、そういう話を。普通の人普通に演じるの難しい。いやもう等身大じゃないですか、その、うん、自分が感じたままやっていただければ、それ普通なんですきっと。なんだけど、キャスティング段階で、ほら、一応、想定してキャスティングするじゃないですか。キャスティングしたらもう終わりですよね、ある意味ね。いや、終わりじゃないですけど、たまに、
あえてこの人がこうやるっていうキャスもしますから。意外なことをしてみようと。化学反応。そう。うん、わざと狙う時もあるので、うんうん、それによってほら、この人は、きっとこうできるっていうふうに思ってる部分はありますよね、多少ね。確かに。それよりももう鈴木保奈美さんが、すごすぎましたよ、ね。よくこの役をやりましたよね。演技力もすごいです。もういわゆるまあ、この人自身がまあ、言っちゃ悪いけど、あまり幸せじゃない人生歩んできてる人なんですけど、あの、いやいや、ハマってじゃない。鈴木保奈美さんの役は、そうなんだと。いや、鈴木保奈美さんの役は、あの役で、保奈美さんは幸せだと思いますよ。保奈美さん、あの役はそんなに幸せな役じゃない。あの、役だね。だけど、ね、どうしても先に溺れてしまって、ね、なんか人生をこう、拗ねて生きてるっていう感じのね。子供たちも関わりなくて。ね、まあ、この前も言ったんですけど、結局ね、撮影途中で、家族が私っていう話が、その、子供が実際に、うん。石橋さんとの間に子供が3人いて、うん、真ん中がカノンちゃんって言って、うん、でカノンちゃんがその可愛いで実はピアノを習ってるんですよ。はあ、ご説明しますもう一回。つまり鈴木保奈美さん の, あの旦那様は石橋さんだけど、はい、で本当の子供がいる本当のこのリアルの映画の中じゃなくてその子供の名前がカノンさん2番目だね。2番目のカノンさんっていう名前でこの映画に出てくる可愛い楽器あのピアノが出てきますけども、はい、それの、学校に通ってるんですよ。すごい、ね、なんか作ったみたいな感じです。で、それをずっと知らなくて、うん、で、撮影の途中で、監督実はねって言い出したのが、で、その台本をお願いしたときに、はい、台本を私お願いしたときに、10日間ぐらいずっと連絡が来なかったんですよ。はい。やっぱり。断られるな。ね、トレンディードラマのね。だってね、感知ってそうですからね。保奈美さんだからダメかなと思ったら、10日後にこう連絡来てもらいます。で、後で聞くと、やっぱりその、台本読んで、海を感じたって言うんで、そうですね。それがありえない。すごい。その二つの偶然すごいなと思います。で、あと、その中国で、はい、実は、保奈美さんすごい人気なんですよ。それはやっぱりドラマの。東京ラブストーリーの、ファンが、ちょっと遅れて、ほら、僕もやってますよね。放送するやつ。あの鈴木保奈美が出てると。いや、もう、中国側が言われましたもん。鈴木保奈美さんってあの鈴木保奈美かみたいな。そうです。素晴らしいです、ね。だから、向こうの人って熱狂的ですよね。なんか好きになると。そうなんですよ。だからまあ、そういう意味で、うん、まあ、うまく、鈴木さんのスケジュールが合えば一緒に、こう、レッドカーペットを歩こうかなと。北京。はい。大岡ちゃんも連れて行ってくださいよ。てんてんてんってならない。いや、全然行きたいんだけどなっていう。飛行機は LCC でもいいよね。全然 OK。考えてみましょう。はい、よろしくお願いします。でもなんかね、こう公開が終わっても、なんかいろんなところでまた公開する、ね。はい、これはでも映画のいいとこですね。なかなか、うん、テレビドラマで終わったら終わりだもんね。はいはい、うん、実際テレビもやってるので、オンエア終わったら、あ、終わったかって感じなんですけど、そうですね。もう映画は本当に子供がどんどん育つように、本当にもう育ててるって感じですね。ね、撮影ってもう2年ぐらいは経つんじゃないですか。あ、撮影してから、ね、してからは2年ぐらいなんですけど、そこから2年経って今度は中国のお客さんに見てもらえて、はい、そうなんですね、ひょっとしたら監督のケイマン諸島にある秘密口座には莫大な金額が振り込まれるかもしれないじゃないですか。監督振り込まれないですよ。目が取るなって。いや、まあ、そうなんですけど、本当にそのね、中国って日本の10倍ですからね、人口。すごいです。もうだから一個。でも僕はね、これ、中国の人に受けるっていうかね、分かってもらえると思わない。どちらかというとアジア。アジアの人にはね、はい、そんな感じしますけどね。はい、だから本当に、その、試写会見に来てくれて、はい、もうずっとその中国の方が、うん、ぜひ何とかしたいずっと言ってたんですよね。うん、で、やっと実現が。なんかすごく。ちょっと6ヶ月かかりましたけど。なんと言ってもね、監督の作品、オリジナル作品なので、もう今ってやっぱりオリジナルが少なくなってきてるからですね。だからそれをもっと多くの人に見てほしいっていう気持ちが。で、まあ、今回本当に、今まで作るだけだったんですけど、うん、プロモーションにね、こう、本当にこの作品はこう、携わってきたので、はい、もう15カ所ぐらい本当に映画館回って。あ、そうですか。で、うん、やっぱり、この、びっくりというか、なんていうんですかね、シネコンは頭にあったんですよね、うん、はい、でやっぱりいろんなとこ行くと、うん、まあ小倉でいうと小倉昭和館、うん、で来週、まあ、うちの上さんが高知なんですけど、高知に愛宕劇場ってことで、うん、もうシネコン東北のシネコン1個と愛宕しかないんですよ、うん、つまり東北の作品以外は全部そこに愛宕に集まるから、すごいですね、縮図で、それで、まあ、うちの上さんが、まあ、その戻ってですね、夫婦舞台挨拶
夫婦漫才をやってるんですけども、本当に、いや、でも、いや、本当に昔のこう昭和ならではの、ケンさんのまだこう写真とかね。劇場。うわぁ。そこで自分の映画やるって嬉しいですね。いや、なんかね、それで、小倉昭和館は、実は高校の先輩が高倉健さんなんで、うん、ツースクリーンなんですよ。ツースクリーン。で、片一方がカノンやってて、片一方が高倉健さんやって、うん、特集やってたんで、もう夢のような。いやいや、もう、嬉しくて、こう、涙がこう出そうになるし。はい、この曲の後もさ、アバ、ギミギミギミ、ギミギミギミ、アバでした。はい、もう疲れてません。大丈夫ですか。大川さんと一緒にストックホルムに行って映画を撮ったんですけど、その時にアバ博物館っていうのがあるんですよ。そこ行きたかったんですけども、観光する韓国観光する時間、観光する時間なんかゼロで、はい、今思えばそんなね、スウェーデンなんか操作できるとこじゃないか、行っときゃよかったって言ってみたいですね。ちょうどノーベル賞の直後でございますかね。そんなこと思い出しましたが、その問題の大川さんですけども、はい、さっきちょっと話出て、いや、ちょっと俳優のね、はい、と演技のことを聞きたいんですけど、普通、よく、いろんな人がいるんですよ。例えば、役所広司さんって普通の人に見える、例えば、シャルウィーダンスなんかもね、はい、須尾正幸さんが初めて役所さんで行こうかどうしようか行かおうっていう時に、エレベーターの中で会っちゃったんですって、うん。そしたら本当に普通の人で、もうその時に決めたっていうふうにおっしゃってたんですけども、普通の例えば殺人鬼とかね、あともう異常な役とか、この、はい、まあなんか酔っ払いとか、はい、そういうぐらい演技しやすいっていうのは普通に分かる、娼婦だとか役だとか思うんですけど、普通の人を普通に演じるっていうのは難しいっていう話がさっき出ましたけど、はい、例えば大川ちゃん自身はだという人を見てると面白い人じゃない、この人自体が面白い人で、チャーミングな人なんだけど、こういう人が普通の人をやろうっていう、うん、で今回の役はこのカノンの役は普通の人じゃないですか。変にそんな変なことや、どういうふうにすればいいんだろう。で僕のためにも聞きたいんですけど、僕自分で言うのはなんですけど、僕も割と面白いって言われるんですよ。あるやつが似合う、なんだけど、どういうふうにしたらいいんでしょう。例えば岡ちゃんとか僕のように、まあ僕は置いてて、岡ちゃん見てこう個性があって、はい、自分の、まあよく言うとキャラが立つっていうか、はい、そういう人が普通演じるときはどうしたらいいんだろう。いや、あれじゃないですか、まあ要は観察じゃないですか。結局普通の人はどうしてるっていうか、要はこのね、こういう風にしたらいいっていう、こうイメージがいい、うん、真っ赤どかじゃないですか、ね、うん、よく人を見るってことですか。私もリアルに行きましたもん、介護施設に行って、ね、うん、歩き方だったりとか喋、うん、り方だったりとか見ました。 そうそう、でそれをちょっとやっぱり自分の中でインプットして、うん、そこに入れるかどうかですよね。 あとメイクとかもそうじゃないですか。なんか例えばキャバ嬢の役だったら全部完成してってなるじゃないですか、キャバ嬢は。そうそう、で介護士もそうで、化粧もそう、そんなしてないし、まあ、私顔が濃いから全然されなかったんですけど、だからもう髪の毛もピッてこう結んでスイッチが入るみたいな、うん、結構こう外見から入る制服とかね。はい、そうです、制服とか、あれ制服ですか、ね、ポロシャツに一度、はい、割とまあ地味なね、はい、格好で。あ、でもロケ場所に行くと、はい、カルトゥー役者さんもいますよ。あるね、そのロケ場所の空気とか見て、大事ですね。うん、なるほど。で前に松下奈緒さんと仕事をやった時に、はい、松下さんが本当に、なんていうか、東京で音楽、まあ、楽曲も作ってもらったんですけど、うん、音楽も作って、うん、さらに現場に行ったら、もう全く自分の想像したのが違うってことに気づいたっていう。空気とかね。はい。その子供たちいっぱい出る映画だったんで、はい、子供たちの顔見てたら、全然その東京の子供たちと違うので、うん、その、なんか感じる、今感じてることを、どう、うん、自然に出せるかっていう、うん、今回のカノンっていうのは、はい、大川ちゃんほら富山まで行ったじゃないですか、はい、で行ってやっぱりちょっとそこの場所が持ってる、まあ、磁場というんですか、はい、ものみたいな感じました。こうなんかそういうウルムってありました、場所が感じましたね。やっぱり自然っていうのもそうですし、うん、あと人、うん、あと話し方、方言、うん、でなんかまあ食べ物とかもこう出してくださってるじゃないですか、はい、作ってくださってスープとか、うん、その食べ物も食べて、なんかそこのなんていうの、こう富山の人になるというか、うん、時間の流れとかね、時間の流れとか、ゆっくり、やっぱりゆっくり、それおかしいよね、考えたら、まあまあまあ、東京と違うわけないのに。沖縄よりかはそんなんじゃなかったけど、でも沖縄もっとゆっくりですか。もう時間気にしてないです。いや、沖縄はもう働きませんからね。
よ。今の発言は監督の発言です。いやいやいや、そんなことないじゃないですか。沖縄さんと行く。いや沖縄さん大好きなんですよ。沖縄大好きで、うん、まあ自分がほら行ったら働きたくないのかもしれないです。あ、なんか自分がね行ったらもう沖縄ゆったりしたいって、それはハワイ行ったらそのものと同じですよね。そうそうそう、なるほどね。確かに。こうやってこのいろんなとこ避難が出ないようにですね、あの鳴らしてから次へ行ってるわけですよ。怖いですね、やっぱり言葉はね。まあね、あのそこだけ、そこだけ聞くと怖いですね。ちゃんと説明しないとね。うん、いろんなことがありますが。さあ、だからその富山の監督に今度伺いたいけど、はい、富山が持っているなんかそういうパワーというか独特のものがこの映画には、カノンという映画に映ってると思うんですけど、そうなんですよ。それは言葉でもし言ってもいいとしたらどんなことでしょう。だから母ですね。母、はい、のんきだね、のんきだねじゃなくて、石川県でやった時はね、やっぱり男性っぽいんですね、はい、もう風とかとにかく波がすごくて、ああそう、とか富山って富山湾ってちょっと、うん、内陸って、まあ、はい、そうですね、湾が、湾があるじゃないですか、うんうん、で実はその黒部の、ロケアンした後に決めたのは、その帰りの新幹線で、うん、黒部の地図を見てたら、あのなんかこう3つの川が流れてて、それでその川に、川っていうか湾に注いでたんですよね、うん、でそれ見た時にあっと思ったのは、その3人の姉妹がその、立山市、険しい立山市でこういろんな試練を乗り越えて、うん、最後その、富山湾がね、地球に見えたんですよ、うん、お母さんで、お母さんの中に一つにこう3人の姉妹がまとまるみたいな、こう地図にこういうふうに、ということで、まあ、土地が母性を持ってるということですかね。まあまああの入った時本当に優しさを感じましたね、すごく。それはすごい話ですね、はい、誰がお母さんが、具体的にね、お母さんみたいな顔の人がいるということではなくて、いやいや、なくて、へえ、はい、そうだ、地図見て、あとロケアした後に感じたものをこう地図を見て再確認した。でも富山の人幸せだね。例えば東京出てきて何か辛いことがあって、ちょっと実家帰るっていう時に、その母になる場所なんだから、そこが、ああ、なるほどね、うん、だってその全然違う再開さんがそう思われるんだからね、はい、あの海も本当に穏やかな、穏やかですよね。すっごい穏やかで、そんなない。で、夕日のね、あの、日本な百夕日でしたっけ、忘れましたけど、百景、夕日百景、夕日百景です、うん、の中の一つにあるように、もう夕日が素晴らしくて、なんか海となんか夕日と、あと田んぼがこう夜に光る瞬間、あれすごい綺麗です、ね、夕景ですか。夕景じゃなくて夜、そんな月の光、富山の魅力もたっぷり入ってます。映画カノン、皆さん覚えてください。そしてどっかでぜひご覧ください。はい、今日最後の曲です。トニー・オーランド&ドーン、幸せの黄色いリボン。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などをお待ちしております。宛先はこちらです。郵便番号 211-8566、 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎 044-711-1400、 044-711-1400。 E メールアドレスはすべて小文字で kcity@kfm.co.jp までお待ちしております。さあ、映画カノン、どこでご覧になれるのかというと、来週から高知でやります。高知で、そしてちょっと先ですが、4月1日からなんと厚木で、厚木で、はい、ました、ね、皆さん、ぜひ近くなので、ね、一つ映画カノンで、はい、あの検索していただくとお分かりになるかと思いますが、雑賀敏郎監督は今年はまた新作はどんな感じでしょうか。そうですね、うん、今準備してます、うん、まあ、まだまだ公表できないちょっと状況ですが、うん、とにかく、まあ、それと来年なんとか地元でも、うん、そうですよね、撮りたいなと。高倉健さんとね、はい、あのふるさとですから、そうです、何かもうぜひ撮りたいと思ってますんでね、はい、ぜひその際には応援よろしくお願いします。私とか、はい、大岡ちゃんとか、お願いします。もし頭の隅にありましたら、私とか、はい、大岡ちゃんとか、だんだんこうトーンが、なんかちょっと突っ込んで、はい、突っ込んで、皆さん映画カノンよろしくお願いいたします。はい、最後の白監督でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。岡村陽一のシネマストリート、いや、はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。いや、今日はまあ緩い感じで行きましたね。あの映画の話するっていうから7本ぐらい紹介しようと思ったんですけど、1本も紹介申し訳ございませんでした。なんか大河ドラマの話で終わってしまいました、はいはい、自分の番組頑張ります。はい、すいません、いろいろ資料用意してくれたので来週はちょっとかなり多いですから人数が、はい、よろしくお願いします。はい、さ、はい、はい、これ、はい、ありがとうございます。今度これ貸してくれ、はい、どうでしたでしょうか。あ、すごく楽しかったです。リサちゃん、一部のゲストの、ゆずきみさん、うん、すっ
ごいなんか勉強になりました、彼女のトークね、切り返しがちょっと違うよね、リズム感がすごく気持ちよかったですう、そうだから僕もね、あのずるずると15分以上も喋っちゃったんですよ、あそこ10分枠だったんですけど、ね、でもあっという間でしたね、最後のとこも久しぶりにお会いできてよかったです、ね、ありがとうございました、はい、というわけで今日はね、女性軍は割と頑張ってる感じでございますね、この方もね、いつにないおしゃれな感じで、え、インドから、あ、そうじゃなくて、どうでしたか今日は、倉俣ゆかちゃん。今日はですね、あの、まあでも正直ゲストの方もこう少なかったので、うん、まあ、一つ一つがノーミスだったというか、うん、で岡村さんと私と下岡さんというなんかこうスペシャルな大河ドラマ話で、うん、はい、私としてはなんかすごい貴重な時間だったので、はい、またこういうのができたらいいなと、またよろしくお願いします。出しました、はい、ありがとうございます、はい、ゆかちゃんに続いては、ちょっと本日のゲスト、いきなりで本当に申し訳ありませんでした。雑賀敏郎監督、いかがでしたでしょうか。いや、もう運命を感じましたね、はい、本当にね、突然昨日の夜、はい、電話しましたが、ちょうどスケジュール空いたんですよね、偶然ね、素晴らしい、うん、あのこれを機会に、はい、ぜひ大ちゃんよろしくお願いします、はい、私はどうでもいいですけど、私セミレギュラーということで、はい、ありがとうございます、もう嬉しいですね。さあ、その大ちゃんが出ている映画カナンの特集をやりましたが、はい、どうでしたでしょうか。あ、そうだ、下からやらなきゃいけない監督がもうなんかパッて開けた瞬間、え、最後監督って俺言ってなかったもんね、びっくりして、うん、あれはもうこんなね、なんかカノンがもっともっと広がっていくなんて嬉しく思います。いや、ほんとね、うん、これだって DVD 出しますって話で終わりですよ、普通は。DVD、あ、発売かなと思ったんですね。ね、そしたらちょっと中国北京でね、はい、これはね、これがちょっとうまくいくと思ってるなということになると思いますので、はい、ぜひですね、映画の神様に身を任せ、チラシがないのがなんですが、あとで出しますから。あとここにこう CG で、CG で、CG で合成してください。よろしくお願いします。斎藤敏郎監督からのセミレギュラーということが出ましたので、はい、またじゃあ、あ、そうだ、北京から帰ってきたらご報告で、また。4月にいらっしゃるんですね。はい。そうですね。4月23が、まあ、いわゆる、正午。じゃあ、連休明けぐらいにまたいらっしゃってください。雑賀敏郎監督でした。来週は、金田健一さんの登場です。お楽しみに。楽しみ。